ました、これはあのある舞台で、ポスターで舞台主になって、セッションをさせてもらったものですが、まあ、しばらく前の撮影でしたけど、本当はそれもしない、これでもちょっと披露させていただいたんですが、撮影中に、カスカスと撮影の合間に彼が自分の方に寄ってきて、ヒロさん、どうやったらヒロさんのような生き方ができるんでしょうかっていうふうな質問をされたことが、もう本当に忘れられない瞬間です。とてもこう探求心豊かで、自分を高めていくんだという気持ちの強い、ものがみなぎっている、それでいて優しいというような方でした。本当に写真が動いてると。